分の気持ちは分かった。けど、今度は逆に苦しくなっちゃったな。おはよう、父さん。おう、おはようさん。休みの日だってのに、いつもより早いな。うん、なんか早く目が覚めちゃって。そうか。ならフレンチトーストでも食べるか。え、いいの？いつも朝ごはんは家で食べろっていうのに。ああ、たまにはいいだろう。やった、じゃあ砂糖多めでよろしく。父さん、私が悩んでるから心配してくれてるんだろうな。ううん、父さんだけじゃない、アキトもミクも私のことを心配してくれてる。みんなが助けてくれたから、ちゃんとこのモヤモヤの正体も分かったんだ。やるしかねえだろ。私はメッセージ、小羽から。今からタイガさんと練習してくるね。緊張するけど頑張るね。小羽。父さん、私朝ごはん食べたら今日は一日歌いに行ってくる。だから今日は店の手伝いできない。ごめんなさい。そうか。親としてはあんまり遅くなるなよと言いたいところだが、やるなら納得できるまで歌ってこい。よし、声出し終わり。ビビットストリートで歌うの久しぶりだな。最初は小羽に度胸つけてもらうために路上でやってたけど、アキトやトーヤと組んでからは公園でやるようになったしね。やろう、ずっと小羽の相棒で居続けるためにも。いい感じ、高音もよく出せてる。あ、こんにちは。今日はここでソロ練習しようかなって思って。ほんと、今日はいっぱい歌おうと思うから、時間が許すまで聴いていってよ。じゃあ行くね。イエーイ。今のところはダメだ。ダメが足りないからサビにパンチが出てない。よし、次のサビで盛り返して。うん、今のは完璧。でもこれじゃいつもとそんなに変わらない。もっと、もっと上に。なんだか変な感じだな。昔はここで歌うときって楽しくてワクワクして悩むことなんて一つもなかった。でも今はこんなに悩みながら歌ってる。だけどこれは一人で歌ってたら絶対に感じられなかった気持ちだ。みんながいて、小羽がいてくれたから見つけられた私の気持ち。だからちゃんと受け止めて歌につなげていきたい。みんな聞いてくれてありがとう。今度はチームでイベント出るから見に来てね。こうやって少しずつでも前に
そういえばここストリートで小羽と最初に歌った場所だ。歌いやすいし、人が集まっても通行人の邪魔にならないからいい場所なんだよね。懐かしいな、昨日のことみたいに。え、ここで歌うの？